もう、なんだろうな、全部がキーワードになっちゃうのかな。ヒントが全部キーワードになっちゃうゲームってもう、アニメ、まあヒントアニメでいいや。もう形状。もう形状。ねえ、まあそこをね、じゃあそこ。あー、そこも結構ありますね。結構しつこいぐらいありますね。出なくても見てみろみたいなぐらいで出てますよね。いい加減その漫画アニメをゲームにするには難しいぞっていうことがね、プレステ3でもね、可能、うまく表現できなかったですからね。バンダイのゲームですね。あるちゃんでね、絵面が出ちゃってるんでね、ロゴが。これが好きって人がいるんだね。ファミコンあったっけこちらですね。筋肉マン。あー、近い。バンダイの。まあ、ちょっと新しめかな。シリーズ系ですね。こう上のやつ貼ってないからな。ちょっと残念でしたね。上のやつ貼ってたら結構ポイント高かったけど。できるかな、つくといいな。この100、あ、いくらで、言っちゃいそうだったよ。値段はね、まあ、あれですね。皆さんに言ってくれればいいですね。さあ、こちらの値段いくらでしょうか。物語だな。あー、ぽいなーってか、できなそう。頼む、できてくれ。頼む、早く来てくれーって。よっしゃ、来たねー。ちなみに内眼1億か。え、内眼1億か。あ、マジで。あれもクリアしてないなー、そういえば昔。はい、できた、できた。1992年8月7日。お、いいね。もう旬のゲームですね。日付としてはね。来たードラゴンボール3。Z3 か。別世に人造人間っていうことだよね。18号飛行。新しいっすね。デモ画面ちょっとなんかあんのかな。ねえのかよ。くそ。捨てるまでないんだっけこれ。どうなんだろう。トランクス、そこのトランクス持ってるけど、どこまでやってんだろうこれ。スタート、データ管理、コンティニュー、データ管理なんかある。ボール集めろ。クーラー到着、どういうことだ。じゃあスタートしてみますかね。コンティニュー。ああ、スタート。これまでのあらすじ、死んだ仲間たちを生き返らせるためのメック星へやってきた Z 戦士たち。うせえよって、しかしそこにはドラゴンボールの。ある、あるっすかね。どうなんですかね。フリーザー1名がいたっつってね。フリーザーの手下たちを打ち破り、クローンのせいでドラゴンボールを集めた。その途中、かつての敵、ベジータが仲間に加わった。おお、なるほど。ポルンガーを呼び出し、仲間の復活に成功した Z 戦士たち。だが、永遠の命を諦めるほどフリーザーは甘くなかった。地球人に出し抜かれ、フリーザーは激怒した。しかし、Z 戦士はかなりパワーアップをしていた。さらに、悟空はついに伝説の挑戦しスーパーサイヤ人に変身したのであるっつってね。俺が怒ったぞーって。展開早いな。地球とナメク星のドラゴンボールでみんなを生き返らせ地球に運んで しまおうとした、しかし悟空は残りフリーザと決着をつけようとした、貴様だけは許さん、貴様だけは絶対に許さねえぞフリーザ。バカなやつはおとなしく地球に戻ろう死なずに済んだのにって、あの声とかでね、やってほしいですね。もう戦うの早いな、おい。これ友達がやってたな。懐かしい。本当に、オプションはやってないんだよな。ドラゴンレーダー。なるほど。能力。複数エネルギー波。スーパーカメハメハ。こう。
戦う。カードやつか。カードやつですね。カードバトルですね。早っ。この BGM かっこいい。かっこいい。キヨネル、キヨネル。回復？どういうこと？え？わかんないんだけど。なんでそうなった？これはこれはこれ。何これ？スーパーカメハメハ。あ、ランチさん。ランチさんが危ない。なんでそれ？早いってだから。わかんねって。カメハメハ、カメハウス。すごいね。あ、ちょっと。お、なんだこれ。ちょっと読むのめんどくさいな。悟空はフリーザの宇宙船に向かった。ナメック星の爆発まで時間がない。そう、動け、動いてくれ、チクシャーってね。宇宙船は動かないままついにナメック星の爆発の時が来てしまった。すげーなーみたいな。僕にかなわないと知ったフリーザはナメック星を爆発してしまった。果たして僕は死んでしまったのだろうかーということでね。その頃地球では皆無事に到着していた。あれここ地球って。そうじゃ、シェンロンとコルンガの皆を地球に運んでもらったのじゃ。僕の姿が見えないようだけど、あいつは残ってフリーザに最後の戦いの調子で使った。僕は見たんだ。お父さんついに慣れたんだ、スーパーサイジンに。その言葉にベジータの顔がピクリと動いた。しかしフリーザのせいで、ナメック星は爆発してしまった。あれではもう、もし今度俺たちがここを怒らせてやろう。そして、月はあっという間に、あれ早いな、おい。次、再び Z 戦士が集まり、僕を怒らせるため、ドラゴンボールを探しに行動しているところだった。しかしそこに、ベジータの姿はなかった。あ、これで始まるのね。あ、色これなんだ。相変わらずの。このマップでは、ボールは3箇所でしか手に入らないよ。それは秘密。それが知りたかった。なんでお前そんなこと知ってんだ。こんな話も追加されたんだね。初めて知った。この町の北に鉱山があって、そこではダイナマイトを使っているから危ないよ。そのために手当てしてあげるよ。みんなの能力は全開。あ、お姉さん、優しいね。薬剤師、いろんな薬を調合しているのは材料の薬草が少なくて困っているので、薬草を取ってきたら薬をあげるよ。ほう。薬草を取ってくれば回復できると。どこにあるんだ、薬草って。なんか北のなんだらって言ったよね。やべえ。オープンでしょ。あ、かっこいい。指針の剣。あ、全体攻撃これ。これいいね。すげえじゃん。140ぐらいつくんだね。エイル3。おい、フリーザーが死んだ今、なぜ貴様らが地球にいるんだ、一体何が持ってきたんだと。こんな話あんの、ある方の。エイルちゃん。エイルちゃんですね。ドラゴンボール探しているのはフリーザー様だけじゃない。あの方がいらっしゃれば、今度こそ貴様らはおしまいだ。そうか、じゃあ死ね、死ねとか言って。一個だとどめを刺した。あいつらはとどめを刺したって、ひどいね。動き出したなると、あいつらって誰だ、あいつらって誰なんだって。というわけでね、ドラゴンボールって感じですね。結構ゲームが始まるまで埋設が長いというか、まあ、そんぐらい入れ、あんぐらいに入れとかないとちょっとわかんない人、わかんない人やんねえだろうな。どうなんだろう。難しいとこだな、判断がな。
ここまでセーブしとこう、ちょっとね。よし。ドラゴンボール3って、あとドラゴンボール Z3 ってことですね。なんだっけ。なんとか、熱戦人造人間。あのね、結構ね、ワン、ツーとかもね、このカードバトルの初期のやつとかもね、安く売ってるんですよね。ちょっとあったら買ってきますよ、あさって。その流れをね、ちょっと、まあ、3から買ってきちゃいましたけどね。まあ、あったら買ってきますね、今度。まあ、こんな感じですね。これがジャンクコーナーでしたね。マスターラスター、ドラゴンボール、この辺は、完璧にできたと。ポーイのね、カセット買ってきたんで、ちょっとこれね、ちょっと半分、今ちょうど半分ぐらい来たんでね。あとね、この辺の、ちょっとお高い系の、いいやつのやつなんでね、これ。これをちょっとやる前にゲームっぽい行きますか、一本ね。ね。